いやどうも、翔太ゴルフの翔太と神田。はい、ということで今回はですね、家でもパターが上手くなる、めちゃくちゃ最強のパターマットがあるということで、今回は僕らでやっていきたいと思います。今日やっていくのはウェルパッド。ウェルパッド、はい、ウェルカムのウェル、ウェルパッドつって、これは3メートルバージョンですね。10フィートバージョンで、これよりもでかい13フィートとか4メートルバージョンもあります。へえ、小さいのでも結構でかいけどね。そうね、そう、大丈夫かな、うちの3畳の部屋に入るかなこれで、このマットをなんかアプリを使って練習するんですよ。へえ、そうで、このウェルパッドマット10フィートを選択して、トレーニングゲームスっていうのがあるんですけど、オレンジ、ブルー、ブラックコースってあって、もうオレンジがビギナー、初心者、ブルー、中間、ブラックがプロフェッショナル、まあ俺らプロフェッショナルでしょ。そうだな、さすがにこれはプロフェッショナル、プロフェッショナルモードでちょっとトレーニングしていきましょう。そうね、スタートトレーニング、こっからこのラインから、この白いラインの上から、ここに、あ、何これ距離感を合わせるってこと。そう、ここだけ、この黒い部分だけ。え、そこだけ、むずっ。いや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 、ちょっと待ってマリガンマリガンマリガン、3球中2回で成功。うわ、はい、弱え、もう失敗です。はい、終わり。あー、成功だね。3分の1。あー、3分の1、はい。で、次が、あ、その白い線、ここ、そう、白い線の上、あの真ん中じゃないところで。うわ、弱え。はい、もう、はい、失敗。むずくないかこれむずいね、めっちゃむずいね。なかなかむずいぞこれ。どうどう、うわ、ね、弱え、ゼロで。次は一番奥から、一番奥の白い線、ここ。でも距離感練習になるね。確かに、これくらいいつも大オーバーして終わったりするもん。あ、つえー、あー、もうこのミス許されないから。今の何、スーパーマイナスポイント、これいいんじゃない。ああ、ダメです。アウト、アウト。え、超むずいんだけど。やったり、まあどんどんね、なんか1回ごとに場所変えて距離感を合わせるゲームです。ああ、でも終わった。あ、セーフいや、ダメダメです今ダメ。いや、むずい、これこれむずくね。ちょっとやってみ、やるわ。え、マジでむずい、この時点でむずいんだけど。ここからど、え、グリーンの速さどう、グリーンというかマットの速さ。ね、一般的なコースぐらいかな。あ、そう、うん。うわむずいっしょ、むずい、むずいよこれ。何これ、ちょっと弱む、さっきよりも。うわむずこれ、むずいな。お、いきなり何、飛び級。いや、むずい、何これえ、むずい、マジでむずい、こんなむずいの。これがプロフェッショナルだよ。当たったマットにも止まってない。え？マットにも止まってないよ。おお、むず。超むずいね。まあ、これができれば上手くなるってことだね。マジか。距離感ってあんまり練習しないもんね。じゃあ初心者やってみよう。うん、初心者行こう。初心者。初心者はこの丸から、この丸？あ、ここ？これ。むずくね。ちょっと待てよ、おい、落ち着け。ブラックドット、ここじゃない、ダメだ。おい、落ち着けよ待って、これ初心者じゃなくね、プロフェッショナルやん。ここしかダメなんだよ、だって。笑わせないでくんね、マジで。うわ、うまくいかない。えぐ、いや、弱え。ちょっと待って、はい、やってみ、はい、マジでむずい、これこれがビギナーこれビギナー、これビギナー、一番ホール。ビギナーってむずいよ、これでしょ、だって、うん、むずこれビギナーなの、これが。うわ、惜しい。いやいや、無理でしょ。で、次、何だっけ、中間は、中間、次のホールが、これか、あ、ここから、ここから、緑、緑、これの方が簡単じゃない。ああ、惜しい。
これが何？2ホール目中間層。え、何？プロフェッショナルと変わんなくない？こっちの方がむずくないか。まあそういう感じで練習ができると。これこっちから向こうの方が早いのかな。まあ、まっすぐ打つというよりは距離感の練習だね、これは。うんうんうん、やろう。よし、勝負だ。何かければいいかな。コーヒーでもかけよう。コーヒー勝負、うん、何これ、3本勝負。じゃあ5回やる。ああ、5回打つ。いい、5回打つ。5回打って、そこから打って、うん、1,2,3,5,8,10,12 ってやって、1,2,3,4,5,6,7 打つ前に、うん、そのどこのゾーンに行くかを宣言して、そのゾーンに止まったら、うん、そのゾーンの数字がポイントがもらえる。ここ反り返ってるから12一番得だろ。でも12狭いけど。いやいやいや、そんだけ反り返ってたら大丈夫だよ。おい、平らにすんなって。おいおいおい、もういいよ、平らにすんなって。平らになっちまったじゃねえかよ。よし。平らじゃねえかよ。で、宣言したところより1つずれたらマイナス1、うん、1つずれたらマイナス2。いや、全部12でいい。で、うん、5回打ちます。5回、OK、うん、どこ12、これはマイナス3、オーバー。グリーン超えたらマイナス3。弱っ、はい、マイナス1です。俺10。おい、順目にするな。10、よし、よっしゃ。おー、ナイス、10ポイント。ナイス、10。よし、よし。いや、俺は12貫くよ。10。これ意外と面白いな。12。よし、マジすごっ。よし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 。え、どこ狙う？え、10 10までやんなって、それ。マジで10。いや、ちょっと汚いからさ。いやいや、綺麗だよ、開けたばっか。いや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 、ちょっと埃が。止まって、よっしゃ。いや、うまいな。俺20ポイント俺今マイナス1食らってっから11ポイントってこと。よし。おいおいおい、やめろ。ちょっと汚いな。やめろやめろやめろ。汚いな。いやいや、汚いな。すげえ汚いこれ。いやいや、100目に戻すな。いや、もう俺今綺麗にしたから。俺今綺麗にした。おいおいおい、もういいよ。もう止めようがねえじゃねえかよ。止めようがねえだろ、こんなの。ああ、もうせっかくあそこ反り返ってたのに綺麗になっちまったよ。弱えよ。はい、マイナス2。うわ、9に戻っちゃった。そろそろ12狙った方がいいんじゃない。どうしようかな。おい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 、止まんねえじゃん12。いやいや、あ、でも10やりやすいな。あ、10にしよう俺。10にする。10にするわ。あ、 OKOK。 いやいや。10 俺1にするわ。あ、 1？ いや、そこ。なんだこれ。あ、でもつまんねえな。どこに狙う。俺12いくわ。 12OK。 うまい。よっしゃ。うめー。3連続成功。32ポイント。32。俺もまだ9点なんだけど。よっしゃ。やべえ、ファイナリストに負ける。12。よし、よし、うわ、うわ、うま。よしよしよし。え、今やっと21だよ。ダメかなこれ。じゃあ俺もう安全にいく。1。勝っちゃうから。やばっ。やば、嘘。これで初31。なんだよ。でも俺さ、これ12に止めても負けるんじゃね。ああ、じゃあここ24にしようぜ。あ、そうだね、もう倍、うん、あの緑の枠の中ね、うん、小さい方の緑の。うわー、くしょー。でも傾斜があるね。めっちゃ切れた。スライスした最後。うわ、負けた。よし、コーヒー。コーヒーゲットです。アナス。紹介した方法以外にも、うん、いろんなドリルとか
なるほどね、アプリで確認できる。アプリで、まあちょっと英語なんであれなんですけど、僕英語読めるんで、うんうん、俺は、あ、まあ読めるけど言わないでおこう、うん、まあね、非常に、うん、まあ、使いこなせばめっちゃいい練習になる。そうだね、まあ、距離感ってあんま練習しないから、なんかこれさ、いい盛り上がりそうだね、うん、面白くない？これゲームも結構面白い。で、今日はこれで終わりじゃなくて、もう一個、うん、これ結構さ、流行ってると思うんだよね。あ、これ見たことある、これ流行ってるでしょ。最初インサイドインにやるやつでしょ。ウェルストロークって言って、結構今ツアーでも使ってるプロがいるんで、るインサイドインにする。そう、分かる。これその線がまっすぐじゃなくて、これがまっすぐで、これがヘッドがたどる軌道で、ね、うん、オレンジのやつが、このオレンジの通りに打てばいいストローク。そう、インサイドインの軌道が習得できる。なるほど、ちょっとやってみて。こんなにインに引くの普通？引かない、そういうイメージない。どう、めっちゃまっすぐ転がるんだ。このオレンジの線だけ見ればいいんだけど、こんなにインに引くんだ普通。こう、お、うまい、いいね、いいね、これ欲しいんだよ、ね、いいね。あー、今ちょっとあれだな、これいいかも。おー、いいね、お、めっちゃいいわ、これいいかも。これ練習した方がいいね。これ、これ何、テスト前最後の練習？そう、テスト前の最後、ね、めっちゃいいね。おー、いいね。あ、すげえ、順回転、こんな、こんなにインに上げるんだ。俺このイメージだったね、俺も。だからおかしくなるんだ。お、いいね、超いいじゃん。お、めっちゃいいわ、こんなインでいいんだ。こんなにインに上げる、これなんか穴に T とか刺して固定するんだ。あ、そっか、うん、そういうことでしょ。いいわ、ちょっとここに穴があるんで T に刺せます、うん、ここにも穴あるね、うん、これなんかボール、そうだ、横に反れないようにってことね。ギリギリってことね、うん、本当だ。お、めっちゃいい、これもっと使おう。55mm、 なるほどね。まあこの2つを使って皆さんもパターン上手くなってください。家でもできるんで、うん、概要欄に詳しいことは貼ってあるんでチェックしてみてください。あらした、あらした、あらした。